して新ちゃんです、今日は007のまたセブンズバーからお送りしたいと思います。今日ですね、金曜日、29話、30話合新 VS 合体、あとですね、僕のまたあの貴重なというか、まあ貴重なメイン回、第30話クローゴルビンですね。まあどっちの回とか言われてますけど、今日また配信が、その2話に変わりまして、まあ気になっちゃってですねまだもう早速見てたんですけど、皆さんどうでしょうか、見ていただけましたでしょうか。なんかね、コメントもあのもうすでに僕見た時にですね200超えてまして、本当にありがとうございます。あ、僕のあの YouTube の557のこのコメントの方もですね、いつも本当に ありがとうございます。いつも全部読んでます。ただ一個一個に全部返せてないんで本当にすいません。ここでとりあえず一回お詫びしておきます。でも全部読んでますんで、もうそういうのがね本当に励みになるというかですね、楽しみでやってるような感じもあるので、ぜひ皆さんコメントを入れてください。で、今日ですね、まあ、29話合新対合体という、まあこれ、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、なんとですねマックスマグマ登場回、でかいですねマックスマグマ。なんかマックスマグマ登場、久しぶりにね、本当に30年ぶりに見ましたけど、すごいです。迫力がね、なんかやばいですね。まあ、いつもこんなこと言ってますけど、あのな、改めてね、やっぱ当時あの気づかなかったことっていうのが、やっぱりあってですね、スーパーファイブロボから、こう、あの、マックスマグマに変形するんですけど、何でしたっけ、マックス、え、違うな、マック、ああもうあれなんだっけ、ど忘れちゃった。合体するときなんて言うんだっけな、合体、ちょっと思い出したんで、ちょっと置いといて、まあこの回からですねマックスマグマも登場なんですけど、あの合新銀河闘士ね、2体が合体して出てくる、あの銀河闘士が出てくるんですけど、カニ銀これね、いや一番衝撃だったのカニ銀かもしれないな。なんか今までだったらカニル銀とかカニガニカニカニ銀とか なんか多分ひねりがあったと思うんですけど、その後に合体しちゃうからなのか、いきなりカニ銀そのまんまで、もう一体がアリギン、もうそのまんまこれがね結構衝撃的でしたね。今日見ててひねりなしかと思って、でまあ合体すればねカニアリギンっていう、 なんとなくその悪い感じ、怪人というか敵っぽい感じがしてくるんですけど、一体ずつの時のあのカニギンとアリギンってどうですか、ひねりなし言われるんですけど、あれもね、こうワイヤーで釣ってるんですよね。で股のところにこうなんていうんですかね、こうズボンじゃないけどこうはまるやつをこう股につけて、で腰のところから釣られるんですよね確か。これがね意外とがっちりこう足の付け根、股のところにですねがっちり食い込むんで、これがね意外となんか痛かったなっていうのを思い出しましたね、うん、でなんかみんなであの空中に釣られてるのがねなんかすごく楽しかったなっていう、うん、意外と高さで言ったらどれぐらいだろうな、それでも5メートルぐらい上がってましたかね多分ね。画面で見るとそんなでもないんですけど、実際ね上から釣られて上から見てるとね結構高くて、僕あの頃はですね高いところ意外と得意だったんですよ。なんで全然大丈夫でしたけど、女子はねちょっと怖かったんじゃないかなと、うん、思いました、
まあそこでまたね、こう断着とかもあるわけで、なかなかね、見どころ多いなっていうか、まあ、この輪ぐらいから、まあ華僑に入っていくのかなって解けちゃうじゃないですか。で、そのままね、ずっと兄貴のまんま戦うんですけど、体張ってたなと思って。兄貴はめっちゃ体張ってんなと思ってですね、結構すごいですよね、今見たら。と思います。ね、兄貴、その操縦もしてましたもんね。なんかレッドとかね、この変身してない状態であそこのこのコックピットにいて戦うっていうのは、なんかやってた時もね、僕もありましたけど、なんかすごい本当にね、コックピットしかないんですけど、なんか本当にロボをね操縦してるなっていう、なんかすごいそういう気持ちになったのを覚えてますね。こうね、ゴロリンにつながっていくんですけど、黒ゴロリン、まあ、これはね本当に僕見て一番最初に思ったのが、オープニングでですね、まあ、ドッジボールもちろんやってますよね。でこの時も本当にどうしたらその本当はその宇宙人っていうか、まだそういう設定が残ってる時で、どうやったらその超人的なというかですね、なんかその兄弟なんだけどちょっと異質で、そういうその身体能力的なものが自分でも信じられないような動きをしちゃうとかっていう、なんかそういうのをね出せたらいいなって思いながらやりました。で、まあああいうその驚異的なドッジボールのシーンになるんですけど、なんかで後で振り返ると、そういえば剣ってすごかったなみたいなね、なんかそういうこう回想にきっとなるのかなって、やっぱりあいつは地球人じゃなかったんだみたいなのかなって思いながらやったんですけど、まあ、兄弟のまま終わるっていうねまあいつものオチですけど、まああとその日焼けがねすごくて、真っ黒ですね、まあ、当時そんな思わなかったんですけど、あの頃やっぱり日焼け、やっぱ男が真っ白系っていうのはなんか男らしくないじゃないかっつって、なんかすごいね、やっぱ黒っこう日焼けた男っていうのはね、力強いというかかっこいいんじゃないかみたいな思いで、なんか日焼けしましたね。多分役者さんってやっぱ日焼けダメだと思うんですけど、なんかそういう思いでなんか日焼けしてしまったんですけど、そうそう、ロケバスのあの上とかですね、そういう待ってる間にそういうところでちょっとこうやったりしてました。焼いたりしてました。結果あの色です。あれがね、動乱がですね、多分もう一番濃いやつ、メイクさんがこれもうこれより濃いのないから、もう絶対これ以上黒くもうならないでねって、やばいからって言われてっていうのをね思い出しましたけど、本当にねすごい黒かった。だから顔はもちろん塗ってるんですけど、もう塗んなくてもいいぐらいですね。腕とか見ても同じ色してますしね、顔と。真っ黒毛でした。でまあ敵がですね、イカ、タマギこれもねすごいネーミング、イカとまあ卵なんですけど、まあ、イカ玉でですね、もんじゃ焼きみたいな名前ですけど、イカ玉銀、これね2倍2倍って、多分丸八の布団の2倍2枚2枚を多分もじってんじゃないかと思うんですけど、なんか今見たら僕はそういう世代だから逆にちょっと面白くて笑っちゃったんですけど、まあどうでしたかね。まあそういう時にですね、その中でも非常に珍しいスーパーファイブボールっていう武器が出てきまして、まあ、ゴレンジャーを彷彿とさせる、まあ、やってる時もね、わあこれゴレンジャーみたいだなと思って、僕は青レンジャーが大好きだったんで、わあこれゴレンジャーみたいって思ってやった
覚えてます、うん、しかもなんかそうだこの最後のねクロゴルリンがねまたいいタイミングで出てくるんですけど、まあ、なんていうのかなあの2対2で戦うっていうロボ戦もねなんかすごい今見ると面白いなっていうかやっぱね話が面白いなと思いますね。うん、でなんかその最後肩にねちょんって乗っかってシュバリエさんが去っていくんですけどなんかめっちゃ渋いなと、うん、シュバリエさんはすごく人気あると思うんですけど今回見ててシュバリエの登場から見てて思うのはうんこれはかっこいいなと思いました木橋さん、うん、いや一回ちょっとね木橋さんに聞いてみたいな話してみたいですね。当時のファイマンどうだったとかって多分話したことないと思うんですよね。だからなんか一回ねちょっと GO!7 ででも話してみることができたらなぁとちょっと思っています。うん、まあそんな感じでですねまた今回29話30話と、僕の貴重なメイン会が、始まったわけですけど来週木曜日まで、うん、確か金曜日10時に入れ替わるのかな、まあ、それまでね見れますんでもしよかったらぜひ皆さんまた見てくださいということで GO!7 よろしくお願いいたします。ではまた。